はい、おはようございます。7月5日水曜日、いい健康やる気スイッチパーソナリティのヒロです。お相手はマナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は早速なんですけど、はい、なんと、マナさんの誕生日ということで、放送日にね、誕生日ということなんで、まあ、おめでとうございますということで、改めまして年を取ってしまいました。そうですね、今日のテーマでもありますけどね、はい、まあそれを踏まえてもう何ですかね、今年3月から、はい、うん、この番組いい健康やる気スイッチスタートしまして、3、はい、4、5、6もう5ヶ月目に突入しまして、もういろいろお世話になっているということなので、ちょっとしたプレゼントといたしまして、はい、アパンティでも扱ってる、はい、シープライムっていう、ちょっと自分もつけてる感じなんですけど、はい、リストバンドで、はい、これが何かというと、電磁波を寄せつけないっていうバンドで、ね、結構ね、はい、どうせ体につけるのは、うん、だったら健康にいいものっていうところで、まあ、はい、プレゼントさせていただきました。いや、本当にありがとうございます。でも、はい、本当にこのヒロさんから電磁波のこと聞くのに、はい、ちょっと私も全然知らなくて、はい、こういうものがあるんだと思って。そうなんですよね。うちでそういうのと出会ったのが、まあ、2017年あたりなので、はい、そこでちょっと お試しでということで、メーカーさんが来られて、実際会員さんも体験して、はい、すごいもう商品が動いたっていう字があって、そう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 ですね、なんか、うん、アバンティのなんか チームみたいな感じになって、なんかみんなつけてるみたいな感じになった時期があって、あ、ね、はい、そういう流れもあって、まあ、はい、いわゆるまあいろんな電波がと飛び交ってる世の中なので、うん、それが筋肉に影響する、筋萎縮を、まあ、簡単に言えばする、はい、まあ、人の体も生体電流が流れてて、はい、それを乱すっていう悪影響があるっていうのが、アメリカのカリフォルニア大学での研究結果が出て、はい、そこの電磁波とかそういう研究する機関が、うん、じゃあ体にそういう害を及ぼす電磁波をいかに寄せ付けないような形でっていうところで研究した形の中で、よりコンパクトに身につけられるっていうところで商品化したっていうのを、簡単に言えばっていうところで、アメリカの商品なんですけど、まあそこ縁がありまして、そういうところで、まあうちも取り次ぎ店っていう形で商品、フロントの方でも扱わせていただいてる一つなんですけど、うん、そうですね、皆さんね、はい、電磁波気にされたことあるかなと思うんですけど、はい、これまあ体に、ね、電流が通ってて、うん、ちょっと溜まってしまうと、はい、悪影響があるということで、そうですね、生体電流にちょっと影響するっていう電磁波がね、うん、それを流すためというか、はい、まあ、寄せ付けな い, いう、はい、まあ何を出てるっていうよりは、はい、それを寄せ付けないことによって可動域が広がる、まあちょっとこの間ね、テストを受けていただいたと思うんですけど、はい、だってちょっとバランス、はい、その中で体幹が意識しやすくなったり、はい、可動域が広くなったりするので、うん、もうつけて、まあ、メーカーさんも言ってるんですけど、つけて0秒でも良くなるみたいな感覚なので、はい、だからゴルフやってる方とかもすごい、はい、人気がある商品です。そっかそっか、ゴルフなんてね、あ、そうそう、可動域が、そうそう、そういうので、まあ、結構身につけられてる方が多くて、まあ、そういうそういう感じで、うん、扱っている商品なので、まあ、ちょっと試してみてください。ぜひアバンティに、そうですね、体験もすぐできますのでね、うん、それでまた気に入ったの、トレーニングする上でも、はい、結構軸体幹を意識しやすくなるので、すごいフォームが安定する、うん、教える側からしても見てもすぐ分かるぐらい変わるので、うん、なんかね、体幹一言で言ってもなかなか、うん、意識しづらい部分でもあるので、それがフォームが良くなったりするので、うん、そういう中で、まあ、利用していただいたりもしていますっていう商品でした。私もあまり体幹が、なんだろうな、なんか自重トレーニングとか、最近やるんですけど、はい、やっぱり片足でのトレーニングとかやった時に、やっぱりぐらつくとか、うん、どこに重心を置けば、うん、いうのが体が分かってないからグラグラするす、ね、そうそうそう、イメージがやっぱりできてないと、そうそうそう、あ、どこをどうするよとか、うん、上半身と下半身をつなぐ体幹っていうところでね、はい、そういう
まあ、そこを整えてくれるっていう、本来あるべき自分の体の能力をこう目覚めさせてくれるっていう感じですね、うん、っていう商品でしたというところで、はい、うまく使ってくださいということで、はい、っていうことが本題にちょっと、はい、今日のまあそのマナさん誕生日っていうところの流れで、まあテーマですね、誕生日純粋に喜べるのは何歳までっていうテーマで今日は行こうと思うんですけど、皆さんどうでしょうね、はい、どこまで、そうですよね、うん、誕生日って子供の頃はね、まあ、ケーキ食べて祝ってもらえて ね、そうですね、なんかプレゼントもらえるみたいな感じで、そうそうそう、いいイメージで、で年月が経つにつれていつの間にかなんか、はい、うん、今年も年を取っていくのかっていう会話がよくあるんですよね、現場でやってても、そうですね、なんかね、そういう子供とか、うん、ある程度いくと右肩上がり、はい、なんだろう、自分の、まあ、体力もそうですし、ですね、うん、まあ、脳みそとか成長点も上にしか上がらないそう、成長していく過程でね、なんか大人に向けてなんか成長してる感がそうそうそう、うん、すごいあって、そうそうそう、ね、大体いても、あと右肩下がり下っていくっていうイメージの方が強くなってくるのかなっていうとかね、そういう、まあ、気にしないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、結構ねレッスンとかそういうパーソナルしてる上での会話でよく出てくるテーマであって、うん、なかなかもう今年も年取るのかとかいう話なので、まあその辺をうまくね解釈の仕方で、はい、意識を変えられたらなっていうところで今日は話できたらなっていうところなんですけど、はい、そうなんですよね、分岐点って結構難しいですよね、やっぱりお子さんが大きくなって成長してやっと自分の時間ができて、はい、こう落ち着いた時、あ、ふと気づけば何十代とかね、うんうんうん、50代60代って言った時に、私の親も言ってますもん、なんか私が大きくなれば、はい、その分親も年取るじゃないですか、そうですね、まあ、そりゃ私も年取るわけそうですよね、やっぱりそういう形の中で年齢老いっていうところが、まあ前もちょっとねいろんなテーマで触れた時もあるんですけど、はい、決してまあ、体は確かに全盛期の20代に比べるとちょっとやっぱり体もよっぽどメンテナンスしてない限りはやっぱりこう年齢ともにっていうところ、ある不具合がね起きたりっていうところもあるんですけど、やっぱりそこに逆行するっていう形で何が一番大事かっていう時に、この意識とか考え方とかメンタリティなところ、うん、常にやっぱりチャレンジ精神とか、はい、いろんなのにこう好奇心を持って動かれてる方はやっぱり若く、やっぱオーラが違いますよね、うん、ね、なんかオーラとか別に私も見えないけど、なんかポジティブな感じがすごい、そうそうね、うん、そのなんか活力がね、はい、やっぱり違う方、まあ、70代80代になっても、はい、うん、そういう方もいらっしゃるので、事実やっぱりそういう方と何が違うんだろうって言った時に、やっぱり考え方がポジティブでいろんなのにチャレンジしてて、やっぱり好奇心旺盛で、やっぱり常になんかこうタイムスケジュールで動いてて、こうすごいなんかアクティブな感じの方が共通して、うん、いらっしゃるなっていうのが、まあいろんな方と出会った中での、まあ、共通点かなっていうところではあるんですけど、うん、なんか、はい、メールで今ちょうどその話してた、はい、メンタル面にポジティブになるっていうことで、ちょっとメールが来ていて、はい、おはようございます、ヒロさんのことメンタルトレーナーです、ありがとうございます、山田さん早速ですが、はい、まあ、どうしたら物事にやる前向きな姿勢で取り組めるかなということで、はい、まあ、今はね、それで、うん、まずそのポジティブに行く前にどうやったら、はい、あ、前向きに、前向きに、あ、前向きになるって考え方って言った時に、はい、根本は自分に余裕がないとそういう発想にならない、体が疲れてたり、うん、なんかストレスを感じてたり、やっぱり自分自身のコンディションが満たされてないと、はい、ポジティブな発想にならないっていうのがやっぱり今までの経験上あるので、うん、だから自分にその今言った内容の何が足りないのか、うん、体の疲労が
溜まってるんであればケアをして、はい、あのまあ、すぐできるのだったらあのお湯に浸かって、うん、そうそうゆっくり心も体もリラックスみたいなところもあるし、ストレスが溜まってると、まあ、湯船もそうなんですけど、あと自分の趣味とかなんかこう時間を忘れられる、うんうんうん、あのもの趣味を見つけられるとすごいいいかなって、うんうん、そういう時間ってなかなかなんかね、大人になればなるほど、はい、なんかなくあの出会えないっていうかね、うん、なんか日々の、まあ、大体決まってるじゃないですか、はい、やることとか、はい、やらなきゃいけないこと、うん、それに埋もれてちょっと時間を割くことが、そうですね、なんか、ね、時間に追われてるみたいなね感じで、意外となんかあのぼーっとしてる時間ってもったいないと思ったりね、それがあの逆に言えば瞑想とか、はい、あの本当に 2,3 分でもいいので、うん、まあ、ちょっとこう瞑想して頭の中を空っぽにして、うん、あのふーっと深呼吸しながら鼻から吸って口から吐くっていうのは結構脱力しやすいので、うん、そういうところであの自分の心と体を一回すり合わせることができると、あのこのよりリラックスした状態を持っていって、で少しずつ体の状態がコンディションが良くなるとポジティブな発想になりやすいっていうかね。そうですね。なんかその自分のため体調の波とかもね、うん、そうですね、あると思うので、はい、なんかそれに気づけて、はい、もう自分ちょっとダメな時だなとか、ちょっと休まなきゃって、うん、なんかそうそうそう、その事前に気づけたら、ね、そうですね。その見極めが大事かなというところですね。一旦 CM に行きます。はい、お願いします。はい。そろそろ行きますね。はい。はい、はい、後半戦ですね、今日のテーマは、誕生日、純粋に喜べるのは何歳までっていうテーマでお送りしておりますっていうことですね、はい、そうですね、さっきまでの話だとあのいろいろこうねポジティブにこう自分の気持ちを持っていくのはっていうところで、まあ、お話しさせていただいたんですけど、まあ、そういうことですかね、うん、そうですね、はい、自分と向き合う時間も必要だなと思った。まあ、そこ、そうですね、うん、なんかヒロさん的には年取ることはどう思いますか、これから。これから、そうですね、いかに、なんていうんですかね、人生を、自分の中で、人生を まあ今生かされてる状態かなっていうところの発想で今人生を生きてるんですけど、で結構20代の前半で世にどういう理由で世にこう生まれてきたのかなっていうところを考える時期があって、ちょうどなんか人生の、まあ、成人してここからどうこう人生を歩んでいくの中でっていう時に結構深く考えた時期があって、うん、なんかでもそれって答え出ないじゃないですか。そうそう、なんか私もあります、なんか若い時、うん、なんか答えが出ないことをずっとぐるぐる考えすぎて、そうそう、なんか眠れなくなったりとか、はい、ありますよね、不安とかね、うん、いろんなとこあると思うんですけど、その答えが出ないのが答えなのかなっていうところなんですよ、うん、そうそうそう、なんかそういういろんな良くも悪くもチャレンジする機会があって、はい、結構なんですか、エアンって放送作家の方とかプロデューサーとか、はい、とかの方と話す機会があって、なんかこう偶然のように見えて必然だよねっていう、いろんな人の出会いもそうなんですけど、巡り巡ってとか、なんか
こうさせられてる感もあったりもする時があるんですね、つながる時があって。すごいですね、うん、この人と出会ってなければもしかしたらその人とは出会ってないかもしれない。そうなんですよ、うん、ちょっとした選択の違いでっていうのもあるの で、うん、うん、だからそういう放送作家とかそういうプロデューサーの方と話すと、うん、それぞれの人生の皆さんのそれぞれの人生の中で、まあ見えない何かが放送作家じゃない、あ、まあ作家的な感じで、そのそれぞれの人生のなんかまあ今回の人生の中であの目標があって、何をクリアするかがテーマなのかなと、うん、その中であのそれをなんか肌感で見つけるっていうのがあのこのそれぞれの人生でこうクリアしていくテーマがあって。だからそれが最初は見えない、でも年齢とともに何かなんとなく感じていく肌感で、うん、まあ、あ今回こうかなっていう、うん、っていうところを感じる瞬間瞬間があって、はい、自分の中ではもう今回あの社会貢献っていうのが大きなテーマかなって思ってるんですよ、うん、はい、いかに自分と関わる人を、はい、あの幸せにできるかっていうところがあのテーマなのかなっていうところがちょっと見えてきたんですね、うん、いろいろやってる中でなんかさせられてる感もあって、うん、偶然もあって、うん、そういうのがあったので、うん、なんかそういうテーマの中でいろんな分野にチャレンジして、はい、あのどん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 、まあ、今年50になる年なのでこれから10年またスパンが新たな50代が始まるので、はい、そこに向けての10年スパンの目標設定とか、うん、新たなちょっと分野を広げていこうかなっていうところがあるので、まあ、うん、不安的な要素もあるし新しいことをやろうとするので、でもあのそれと同じぐらい、うん、あの楽しみっていうか、そういうのもあるので、まあ、そこですよね、うん、はい、そこを踏まえてあの自分の人生を、うん、皆さんがそれぞれの人生をあのプロデュースする、はい、うん、だから動あなんていうんですかね、流れに乗っていく時もいいんですけど、うん、まあ、そういう、 こう自分の人生をプロデュースしながら、あ、こうなりたいとかね、うん、あの10年後こうなりたい、じゃあ5年後どう すべきか、あと3年2年ってこの逆算して、うん、あの 人生設計されるとよりあの若い方はあの明確になっていくかなっていう、うん、確かに10年って結構長いですけど、はい、なんか今から10年戻った場合に、はいはい、まあ、今みたいなことが想像できたかって言われたら、うん、はい、なかなかできてなかったなと思って、うん、今考えたらまあ28になって、はい、10年後は38なんで、ちょっと恐ろしいなと思ってどうしよう、考えたくないと思いますけど、ね、そこの、はい、あの成長でも、そうそうそう、今思いますのか、うん、この10年前とか、はい、20代になってからなんかあんまり自分で変化してないなと思いながら生きてたんですよ、うん、はい、社会に出てもなんか高校生とかであんま思考とか変わってないんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、最近、うん、なんかいい意味で年取ったなみたいな。あ、いいですね。そうそうそう、なんてこれかなと思って、うん、自分の人生とか学びたいことがいっぱい出てきたりとか、はいはい、なんかもっとこれもしたいみたいなっていうのが結構いっぱい出てきて、あんまり前までなんかそれこそやるべきこと目の前のことしかできてなかったけど、今ももうちょっとあと10年のことを考えてちょっと運動しとこうとか、はい、あ、はい、いいですね、背中負けたくないみたいなおばあちゃんになったら背中負けたくないっていうのが3つ直論あるので、はいはい、ちょっとそれを目指して、あ、いいですね、早い段階から目標設定できてるのね。だから、体の目標だったりね、あの、はい、そういうなんていうんですかね、あの人としての成長っていうところも踏まえてやっていくと、うん、なんかあの経験とか知識っていうのは、うん、あの減らないので、うん、年齢とともに増えていく一方なので、うん、基本的にはだからそう考えると、あ、年齢とともに、あ、成長してるなっていうのが感じられれば、その人のその年の取り方っていうのはまずあのいい方向に向かっているかなっていう、その中でどうなりたい、どう自分を表現したいで、どうあるべきかをちょっと普段の行動に落とし込めればもっと楽しくいけるかな。うん、確かに、それで年を取ることにつれて、うん、まあ、経験も増えるじゃないですか、うん、はい、もう必然と。そうそうそう、なんかそれは結構ポジティブに捉えられそうですね、うん、なんか経験しか増えないわ、あ、そうそうそう、それは分かんないけど体重も増えるかもしれないけど、まあ、経験も増えるということで、はい、それはなんか結構ポジティブに、そうそうそう、楽しみではあるかもしれない。どういう自分にあの
染めていくかとかね、自分をプロデュースする感覚、ちょっとあの自分自身から一歩引いたところで見るといいかな、うん、ちょっとコントロールしてるみたいな、はい、今それがなんか事後にしかできないんですよね、うん、だから言葉起こった後に、うん、あの時の自分、うん、ああだったかもしれないみたいな、うん、今はなんかその終わった後にしかちょっと考えきれなくて、はい、それをもうちょっとなんだろうな、そのやってる時点で気づけたらいい、ああそうそうそう、うん、そういうところをね、まあ、それがあの年齢ともにできるようにあの、うん、これがあの視野を広くっていう形になるんですけど、だから今ゲームでもねアバターとか疑似的な感じでやってるものがあるんですけど、はい、本当にあの自分自身のを客観的に見ることによって、うん、自分自身そのアバターみたいな感じでコントロールして、あこうしていこう、ああしていこうっていうところの発想でコントロールするみたいな、冷静なちょっと一歩引いた自分がいるみたいなところを、はい、ができると、うん、もっとこうなんか面白い人生かなっていう。なんか今日ニュースで見たのが大谷選手も今日誕生日なんですよ。あ、はい、そうそうそう。一緒なの？え、すごいじゃないですか、もう。すごい良くて、インタビューを聞いてたら、はい、めっちゃ冷静でした。あ、ベイ、あ、ベイっていうか、ワイとかそうですね。あ、はいみたいな。あ、特に何も変わりませんけど、トップ大事に行きます、はい、僕はそういう一気に注意しないっていうね、そうそうそう、うん、こういうふうに思ってじゃあ一挙されて、今日はクールに、そうそう、私そう、まあ、いつも通りですけどとならないんですけど、まだなんかすごいそれを客観できてるの、うん、それこそなんか、そうですね、うん、彼の場合はあのまたそういうプロアスリートのメンタリティのところも自分も研究してるんですけど、うん、あのやっぱりあの目的は具体的な目標を持ってるし、ね、うん、だからあの揺るがないっていうか、うん、あのルーティン化して日々のこの行動とか、はい、自分がどうあるべきかっていうのをちゃんと理解して動いてるので、あの結果に結びついてる、うんうん、っていうところなんで、まあなかなかね言葉で言うのは簡単だけど、うん、実践実行するのはかなり難しい、ね、いろんなね誘惑もあるだろうけど、うん、それもそれにも負けずにこう自分のスタイルとかね生活スタイルを貫き通すっていうのはやっぱりプロですよね。ねえ、なんか、うん、私もなんか努力して、うん、まあまあ、運動とかもきついじゃないですか、うん、正直行きたいんじゃないなとか思ってるけど、うん、なんかこれをルーティン化できたら別に努力にならないとか、うん、はい、あそうですね、体調が上がらないとかないんで、うん、なんかそれをちょっと目指して。なんかご飯食べるような感じで、うん、あ、そう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 、もう当たり前のことを当たり前に行うみたいな感じで、それが、うん、努力がもしそうやってちょっと自分が覚えてなるんだったら、うん、ルーティン化しちゃって、そうそうそう、なんかね当たり前だけどかっこいいやん、それもそうそうそう、いかに落とし込めるかっていう、まあ、そこにあの無理がありすぎると、うん、あの続かないので、今の自分を分析した中で、あこれくらいだったらそこまで、うん、あの、うん、続けられるっていうのの分析は必要だと思うんですけど、そうそう、ちょっと今年は波があったので、おなんかちょっと一定に継続できるようにしたいなと思って、うん、おお、素晴らしい目標ですね、です、おでコメントも来てます、はい、時間内で紹介します、はい、高尾さんから、はい、まあ私も背骨はピーンとなりたいですということで、はい、うん、保健室の掲示板で写真を見てショックでした。だから背骨は大切だなと感じました。保健室の掲示板の写真って何だろうな、うん、骸骨の何だろう何の写真ですかね、あそうですね、うん、あ背筋、確かに背筋ピーンってしてるおばあちゃんかっこいいですからね、そうですよね、やっぱりそ、結構ね、舞台とか女優さんもそうですけど、はい、要するにそういう歌舞伎もそうなんですけど、うんうん、要するにそういう姿勢がピンとね、はい、動くとキレがあってすごい見てても気持ちいいみたいな感じもあるので、はい、意外とね難しいではあるんですけど、うんうんうん、そういうところの意識しながらやられるとかなりね、日常生活のこの姿勢っていうところからやると、うん、また行動アクションもね、はい、体に無理なく動けると思うので、そこも目指してもらえればいいと思います、うん、そうですね、はい、時間もあと残り1分切りました、はい、そうですね、もう今日は
あの決意表明も聞けたところで、はい、頑張って、はい、はいはい、これからもまた、はい、真奈さんの活躍に皆さん期待してくださいって。ありがとうございます。で、まあ、その流れでまた来週のテーマなんですけど、はい、あのよくあの現場でも聞くんですけど、毎年ね、年月が経つのが早く感じる話がよく出て、はい、ああ今年も、まあ、例えばもう7月だ、はい、今年もう折り返しちゃったなっていう話よく聞くんですけど、はい、年々早くなるよねっていうのがあるので、はい、これにもちょっと理由があって、その辺もちょっとお話できたらいいなというところです。はい、私もちょっと楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。来週。はい、ありがとうございます。